はい、どうもこんにちは。松尾修造のこれ知ってます。今日も始まります。今日はですね、若者向けの日本酒ということで、飲みやすくなった、爽やかになりましたよということで、非常にまあ日本酒のね量が減っているということで、若者向けに、最近非常に出ているということで、ビールなんかだいたい 5% です。お酒って 15% ぐらいですか。ですから最近ね、コールドオーデキっていうやつでね、これはアルコール度数をですね 5% 前後に落とした、これが実際には、アルコール度数がかなり抑え 7% ほど抑えたということね、いうのが出たりとかですね、それから、日本酒ハイボール、まあ、日本酒と炭酸水を割った、やつが出てきたり、これ木桜さんね、出てきたりとかしてるそうですね。それはスパークリングワインような日本酒、松竹梅白壁蔵美代、ね、スパークリング清酒とかいうのもあるそうですね。それから白鶴さん、白鶴酒造さんの、さざめきロゼ、こうシャンパンのようなお酒らしいです。一回こんなの飲んでみたら美味しいかもしれませんね。お酒の方もどんどんね、日本酒の方もね、やっぱり日本の酒ですから、やっぱり飲んでほしいですよね、できましたらね。今日は、若者向けのお酒の紹介でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。